どうも、警視庁オタク、リョウです。皆さん、残念なお知らせです。なんとまた、ブレイキングダウン選手から逮捕者が出てしまいました。そちら、誰かと言いますと、チョン・スーエイ選手ですね。もはや懐かしい名前でもありますが、もうすでにですね、ネットでチョン・ツーウェイと検索すると、本人の SNS よりも上にブレイキングダウン格闘家を傷害容疑で逮捕ということでね、記事になってしまっておりますので、こちらね、早速見ていきたいと思います。ブレイキングダウン。はい、こちらブレイキングダウン格闘家を傷害容疑で逮捕、神奈川県警ということで、今回はね、神奈川県警さんが動いてくださったみたいです。神奈川県警伊勢崎ですかね、伊勢崎署は16日、中国国籍で横浜市中区、職業調査中のチョン・ツーエイ選手30歳をということで、チョン・ツーエイっていうのは偽名だったんですかね、本来はチョン・ツーエイ選手だったみたいです、を傷害容疑で現行犯逮捕し発表したということで、なんと、今回は傷害の容疑みたいですね。チョン選手は格闘技イベントブレイキングダウンなどでチョン・ツーエイとして活動しているというとおっしゃっていますが、もうチョン・ツーエイ選手が活躍されていたのはもう結構前の話なんでね、まあ、それでもこうやってブレイキングダウンの中心選手みたいに書かれてしまうと、逮捕容疑は16日午前4時10時頃の結構深夜ですよね、なんなら早朝までありますよね、中区伊勢崎町の路上ですね、これブレイキングダウンお得意の、同区の飲食店経営の男性35歳を肘で殴るなどし、まさかの肘、ムエタイの可能性がありますね、顔面打撲などの怪我をさせたというものの、孫容疑者は泥酔状態で近くで乗ったタクシーの運転手に行く先を告げられず降ろされていたところ、通りかかった男性とトラブルになったという。泥酔状態で近くで乗ったタクシーの運転手に行き先を告げられず降ろされてしまったと、まあ、そこで結構イラついてしまったんですかね。でそこでたまたま通りかかった男性とトラブルになった、正確にどういったやり取りが行われたのか非常に気になるところ、酒を飲みすぎて覚えていません、被害者に謝りたいということでね、今回というか、まあ、チョン・ツーエン選手に関しては、すごい自分の非を認めて反省していらっしゃると、いうことですね、非常に残念です。チョン・ツーエイ選手はもともと酒癖が悪いっていうのは結構ブレダウ界隈でもまあ有名と言いますか、まあ、チョン・ツーエイ選手は安保軍団とかなり密接な関係にありますが、そんな安保チャンネルで昔ですね、チョン・ツーエイが逮捕された件についてみたいな、動画も上がっていて、まあ、これ2023年2月ということで、まあ、大体1年ぐらい前ですけど、105万ぐらい再生されてるんですよね。でこの時の内容ももう酔っ払っちゃって、もう全然記憶がなくてみたいな、そういう話だった気がするので、まあ、とにかくね、やっぱチョン・ツーエイ選手がお酒を飲んでしまうとこういうことになってしまうと、でブレイキングダウン逮捕と思えと言われるとこう連想しやすいのがやっぱ会津の伝説選手ですけど、まあ、会津の伝説選手が、女性にこう暴行を振るってしまった時も、酒を飲みすぎて、素行が悪くなってしまったと、いう感じだったので、ちょっとブレイキングダウンは今後ちょっとお酒禁止令を出した方がいいのかなと思いました。まあ多分この今回のチョン・ツーエイ選手の件って、まあ本当に残念なことであるんですけど、普通に何でもない時であればそこまでこう話題にはなってなかったのかなと思うんですけど、ちょうどねシェンロン選手、サップ選手、大輔選手のあの件が起きた直後なんで、これまたねちょっとまた悪いイメージが広がってしまうなと非常に悲しいです。まあ、チョン選手は自分で横浜でキャバクラの経営をされていたりとか、まあ、結構クラブに遊びに行くことも多いらしくて、まあ、何かとお酒を飲む機会がね多分多いと思われるんですけど、まあ、ちょっと今回のね件が起きてしまうとその辺もちょっと危ないなと感じますよね。皆さんも、お酒を飲むときは、我を忘れてちょっと肘打ちをしないようにね気をつけていきましょうということで、次こそは、明るいニュースでお会いしましょう。バイバイ。